次郎くんですか？私はずっと事務所にいましたよ。窓から侵入する道具とビルの図面、警備の情報に非常階段と目的の部屋の鍵ですね。京一郎くん、ここは日本ですよ。あれは冗談ですよ。とりあえず必要なものは分かりました。情報と鍵は用意してくれる人を紹介するので直接会ってください。その人との待ち合わせの場所は、京一郎か。何をしていたってこっちの勝手だろ。お前こそ仕事じゃないのか。ふん、どうだか。帰るんだ。
を。別に。どこに？そうか。ないな、お前の知恵ほどに。何をしに来たんだ、まったく。どこ行くの？こんな時間なのに危ない仕事なんじゃないの？それならいいんだけど。
一郎くん、みつこです。今日の受け渡し場所変更の連絡がこちらに来ました。3時に山下埠頭に変更だそうです。でも変ですね、本人に直接連絡すればいいのに。